今は1時より前でございます。ディズニーシーに行くんですけど、ママが大のディズニーファンなので、ママのプランに合わせたら朝早すぎて仰天しております。強気目的を言ってください。ソアリンに乗るということ。そう、今日の目的はソアリンに乗ることです。ファンの皆さんがソアリン早く乗ってほしいってメッセージもらって、余計ソアリンに乗りたくなって、ママはめちゃめちゃディズニー攻略家なので連れてきてもらいました。ソアリンに乗れると信じて行ってきます。昼ご飯も楽しみ。予約してない？予約なんかしないよ。寿司ロールが美味しいからそれを食べよう。レストランに行ってる時間なんてもったいないわ。アリアン船のやつとか、それさ、中で入って食べれへんの？食べない、外沸かしてって。いつさ休憩するん？そこで休憩するんよ。カフェに入れたらいいな。ミユがどうしても食べたいワッフルがあんねん。怖い怖いねんけど。殺される。めっちゃいい天気そう。今日コートは車に置いてこ。もこもこ靴下もあるよ。用意がすごいです。何でも持ってる。何でも椅子。もうママ買ってくれてる。はやー。めっちゃ寒いです。これ何？温かい飲み物作るの。今から飲み物作ってくれるらしい。ディズニーランド家みたい。お茶とカフェオレどっちがいい？お茶。耳生えてる。待つよ。うん、熱々やからね。快適です。あと何時間待つの？1時間ちょいかな。大体トイレもあるから。用意がすごい。いつまで用意されてる。めっちゃ快適。手作りサンドイッチもあるし、携帯維持するだけですね。もうすぐ開くみたいです。予定より15分前に開くみたいです。もう1時間半待ってます。大体全部で2時間くらい待つことになります。早く早く早く。はい、撮れました。20周年のマーク見て、めっちゃ可愛い。急がないとあかん。シャボン玉とか買えへんよ。そんな、いら。こっちを撮ってみる。何よ。ダフィーの焼いたいね。チリメイとか。時間が近づいてるって来た。早く行かな。まずソアリンからやんな。ママと来て正解やわ。クリスマスのショー見たくない？いや別に中で見れる。そう一応エントリーしとくっていうか。うん、それ見たい。ソアリンに行ってきます。ダメだったね。ショーは無理なんや。みんなショー行くの残念。でもソアリン今から初ソアリン。じゃ楽しみ。あと1分。ソアリンって何のキャラクターが出てくる？ショーじゃない。ショーじゃない、アトラクション。今日めっちゃ風強い。めっちゃ可愛い。ここもめっちゃ可愛い。クッキーちゃんを買いました。ママが買ってくれた。クリスマスミニーちゃんは一旦休憩で。クッキーが一番好きやねんな。絶対ここの方が食べた方がいい。めっちゃ美味しそう。一番ガーリックシリーズ絶対美味しいやん。安いわけないでしょ。なになに。バナナだ。バナナがいいよ。めっちゃドキドキした。絶対うまく撮れてないねんけど。興奮しすぎて楽しいわ。見づらいかな。セリーメイちゃんと今からドキドキのミーグリです。何のポーズしようかな。大きいハートかちっちゃいハート。でもハートにならないぐらいの距離だから。どうしよう。遠いってこと？遠いな。あ、そうなんですか。ちゃんとそっくりなのか。
ちゃ可愛い。可愛い。一番可愛かった。しかも伝えれた。私のワンちゃんに似てるって。私クマなんですって言われた。幸せ。めっちゃ可愛かった。握手会とかさ、みんなもっと並んでくれてるやん。何時間も。すごいよ。本当にすごいんだよ。感謝してもしきれないんだよ。今から船に乗ってどこに行くの？ディスカウントビート。あ、ついに。めっちゃいい景色。扉が閉まります。皆様の健康と安全のため、車内でもマスクの着用をお願いいたします。はい。本日は。最高ですわ。ビッグバンドビートを見てきました。エンターテインメントでしたね。エンターテインメントって正解がないなって思いました。夢を見せてくれてるエンターテインメント。歌とか正解で終わりもないのよ。終わり。ミッキーはすごいなって思った。たくさん飼ってるルートだよ。あ、そうなんだ。だってミッキーが飼ってる犬だから。新しい犬だから。と私は思ってる。2番手はミニーちゃんよ。2番手ドナルドよ。2番手ミニーちゃんじゃない。みんなエレクトリカルパレードでもそうなんだけど、最初にミッキーが来るの、最後ドナルドで締めるんだよ。いやいやいや、ミッキーミニーはセットみたいなとこあるから。いや2番手はいや絶対ドナルドです。絶対ミニーやと。コメントしてください。今ミッキー激推しになった。ドナルドやったんですけど、ミッキーがかっこよすぎて、ミッキーの動きが好きやった。おばさん40分待ち。念願のガーリックシュリンプ味。おいしい。ママおすすめのスシロー。エビシュリンプらしいです。この後もまた2回目のスワリンがスタンバイパスを取れたから行くんですよ。いただきまーす。冷たいや。うん。あ、おいしい。めっちゃ冷たい。スシロー。8時、9時、10時、11時、12時、1時、6時間も経ちました。ソアリンはめっちゃ感動した。ミッキーはやっぱりスターです。彼氏にするならドナルドよりミッキーかな。ドナルド。彼氏にするのも。絶対彼氏にするならドナルド。ミッキーの方が誠実やん。ドナルドさ、デイジーじゃなくてもさ、仲良くするイメージね。誠実なイメージ。ソアリンの国調べやの。ソアリンって日本だけじゃないねんて。アルシドニーやったんや。キリマンジャー滝アルゼンチンやったらしい。東京すごくない。よかったね。買い物出ないとか他の世界はすごいなとか思いがちやけど、ソアリンに乗って改めて日本の良さを感じました。もう良かった。もう最高って思った。かわいい。アジンさんもいるよ。アジンちゃんだったろうじゃん。パンサが得られます。一瞬やったな。めっちゃ嬉しい。今日初めてこんな近くでミッキーとミニーに会えた。穴場です。皆さん口されてないショーなんで。どうしよう。うん、来た。かわいい。聞かないと教えてくれないらしいです。だから聞いてみてください。というわけで今から2回目のソアリンです。早起きしたからめちゃめちゃ堪能してる。早起き頑張ったからソアリン2回目行ってきます。もう忘れられへん、あのソアリンの感動が。ソアリンで今日最後になると思うので噛み締めてきます。ポップコーンを買って帰ります。最後のポップコーンは醤油バターポップコーン。ポップコーンを買って車で食べます。イエイ。見える？食べたいなということで、もう暗くなってきました。めちゃめちゃ楽しかったです。帰りまーす。バイバーイ。楽しかった。バイバイ。楽しんでいただけましたか？グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。コメントも見てます。